こんにちは、粟田洋介です。先日クリスマスの絵を描いたんですが、この画像 SNS の3年前の思い出として出てきたんですが、2018年12月に電車での移動中に描いた絵です。ちょっと原画が見当たらないんですが、なんか曖昧な記憶でちょっと思い出しながら、似たような構成で似たような絵をキャンバスにアクリル絵の具で描いてみました。で、これからその映像をご覧いただきたいと思います。これが完成した絵です。魚のプレゼントというタイトルにしました。絵を見ながらではなく、なんとなくの記憶で描いたので、構成は似ていますが、また違う絵になって良かったと思います。ワンパターンにならないために、見たものをなんとなくの記憶だけで、あとは新しいアイデアで描くということをたまにやります。というわけで今回はクリスマスっぽい絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回お目にかかりましょう。皆様どうぞ素敵なクリスマスをお過ごしください。さようなら。